うございます。質問コーナー50連発はい、というわけで、改めておはようございます。なにわ未来です。というわけで今回はですね、チャンネル登録者数10万人記念動画となります。改めてたくさんのご登録ありがとうございます。でね、それに伴い、いくつか記念動画とか配信をねやっていきたいと思いますので、楽しみにしていただければと思います。そして今回は第1弾ということで、あらかじめねリスナーさんからいただいた質問に対して、50個厳選させていただき、それに答えていこうと思います。ちょっとね50個とかなり数が多いので、リズミカルにいきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。では1個目いきましょう。10万人おめでとうございます。ところでガラズグレー戦後ですが、ズルスゲドゾルバクサグリリザブルゼアルゼゼバクサ。麻雀を知ったきっかけを教えてください。これはですね、中学校の頃、親父が家でファミコンで麻雀をやってたことがきっかけですね。まあその時はルールも全然分かんなかったんですけど、高校生ぐらいになって、まあようやく役とかを覚え始めた。で高校出てから、ネットではなくてね、あの実際にリアルで、打てるぐらいまでは覚えたというところです。パワーマージャンに目覚めたきっかけを教えてください。これはですね、やっぱり一番の理由としては、高打点が好きということです。で、まあ、その他の理由についてはですね、そのよくはあのまあね、配信ご覧になってる方多いと思うんですけど、あのマージャン上手くないので、私そのなんか期待値だとかなんだかね、なんかほんやらほんやら細かい読みだとか全然わからないんで、まあどうせね、まあわからないことをその場で考えてもしょうがないので、活かせる手が来たら全突破しようっていうのがパワーマージャンでございます。パワーマージャンで大事なことは何ですか？特攻力、決断力、勢い。肌が白くて綺麗だなと思ったんですけど、何かケアとかしてますか？多分配信とか動画の時に照明が当たってるんで、おそらくそれのせいだと思います。まあね、もしねリアルの世界で目を合わせた際にはですね、もうこれからもこの調子で特攻。では質問です。バナナ飛び立って。リスナーと何屋さんが参加できる10万人記念ジャンタマ大会を開く予定はありますか？結構やりたいと思ってます。前向きに検討してます。ただその副賞とかね、そういう面を考えるとどうしようかなとか、まああとはね、どうやって配信しようかなとか、もしやるとしたらね、ってことをちょっと考えているっていうか、懸念事項はね、いろいろあるんで、全部ね整理できたらやろうかなって思います。二人野球のような外で活動する動画は今後作る予定はありますか？今のところはないですが、行動範囲がね広がってきたら、いろんなことにね挑戦してみたいと思います。まあ外ロケとかやってみたいしね。YouTuber 一本で頑張ろうと思うことはありますか？全然あります。何屋未来の何屋は何でも屋だと伺いましたが、何でも屋って何でつけたんですか？何でもするってことですか？その通りです。 YouTube をやっていてよかった、変わったと思うことはありますか？毎日が充実して楽しくなりました。野球好きですか？よくシコースキー来日など野球ネタをよく出しますが、好きな球団とかはあったりしますか？あれば教えてほしいです。ないです。小さい頃はよくテレビとかでね試合を見たりして、あとはね少し野球をやったりとかね、いろいろしてましたけども、最近はもう全然やってないです。ただ、野球は好きです。もう最近の野球事情は全くわからんです。大パンの時のどんがらがっしゃーんって音はどうやって鳴らしているのですか？今度大パンする時参考にしたいです。大パン系の質問結構多くいただきました、お答えしましょう。愛と情熱です。何屋さんが一番好きな役は何ですか？もちろんリーチ。ピンフです。9次元 VTuber になろうと思った理由はありますか？あったら教えてください。2次元3次元と比べて9次元だと全方向に進めるんですよ。前も下も右も左も斜めも、まあ、なんでね、ゲームとかその何麻雀とか料理とかダーツとかいろいろできるように、9次元にしました。で、あとね、大事なメリットとしては、やっぱこう、路上とか道端でね、こう、顔バレしないっていうのが一番の理由かなと思います。役満転廃した時に掃除機をかけようと思った理由ってありますか？多分、ことの発端は、とあるショート動画だと思うんですけど、なんか、ふと思った時に、なんか役満転廃して、なんかそのまま居座るのつまんねえなって思ったんで、まあなんかしようかなと思って、
ああ掃除機でいっかっていう感じですかね。でもあの本当は掃除機って100万転廃した時じゃなくって8192分の1で発生するんですよ。だからたまたまその8192分の1が100万転廃った時っていうタイミングとつながってるだけです。なんですごい稀に100万転廃ってない時も出ます、はい、過去に1回あったと思います。ジャンタマ配信時かっこ反転状態の鏡文字 T シャツは特注品でしょうか。また一度正常時に見てみたいです。お願いいたします。はい、特注品です。ダイパンデスクはどこで購入したものですか。ダーツを始めたきっかけは何ですか。机はアマゾンで買った気がします。ちょっとあんま覚えてないけど、ダーツを始めたきっかけは学校の同窓会で某ラウンドワンでやった時にめちゃめちゃ楽しかったことかな。麻雀、酒以外にプライベートな趣味はありますか。まあダーツかな。あとは散歩とかなんかいろんなお店を探しに行くとか、あの飲食店を探しに行くのが結構好きです。あと運動も好きだしね。今まで飲んできたお酒で初心者向け部門、何屋おすすめ部門、爆撃部門をそれぞれ教えてください。初心者向け部門、ビール。僕はプレモルが好きなんでプレモルなんですけど、あの初心者部門っていうか配信でねよくいただくコメントなんですけど、初めてのお酒は何を飲んだらいいですかっていう、もうビールです。発泡酒じゃなくてちゃんとしたこのね、ここに生ビールって書いてあるやつ、まあ恵比寿でもいいし一番搾りとかでもいいし何でもいいです。まあ、まず最初はねこのうまそうに見えるビールの、苦さとまずさを味わってください。初めて飲んでそこでビールうまってなる人ってあんまりいないんじゃないかなって思うんで、お酒は慣れなんでまずはビールから始めてみてください。何がおすすめ部門、2つあります。1個イキスーパーゴールド、言わずもがなめちゃくちゃ飲んでるんですけど、あのなんといってもまずは安いんですね。どんなに高くても1300円ぐらいで買えて、でこれ焼酎なんですけど、あの本当にめちゃめちゃ飲みやすくて爽やか、炭酸で割ろうもんなら別に1日5杯ぐらいは平気で飲めちゃいます。なんといってもコスパ最強で、もう一個、ウイスキーなんですけど、ポートアスケーグ8年、これは1年前ぐらいに飲んで、衝撃を受けたんですけど、アイラウイスキーなんだけどピート感っていうよりはすごいこう海の感じ、なんか塩気みたいなのがガツンってきた後に程よくピート感が抜けていくっていうような味わいだったのを今でも覚えてます。すごい衝撃的でした。あれは本当に美味しいです。若干テイストが似てるウイスキーで桜王っていうやつもあるんですけど、あれもうまいです。爆撃部門、オクトモアオロロソカスク、これも、先ほどのポートアスケーグ8年と同じアイラウイスキーなんですけど、何が爆撃かっていうと、こう口の中に含んだ瞬間の香りが、爆撃されます、はい。まあ、の日本語で言うと、こうなんかソーセージとか肉とかを焼くグリルがあるじゃないですか。でその上で肉焼いてます。でそのグリルごと口の中突っ込んだみたいな感じのスモークさを感じることができます、はい、めっちゃ高いです。何屋さんはストレスを発散したい時やメンタルをリセットしたい時はどうしてますか。外に出て日の光を浴びて汗をいっぱいかきます。最近ハマってるお酒はありますか。スタンダードなジャパニーズウイスキーです。年代物は手が出ません。何屋さんの配信の時背景がマイクラですが、また配信でマイクラをやってほしいです。これも結構配信のコメントでいただくんですけど、なんかね やろうと思った時があったんですけど、なんかねアカウントがなんか死んだんですよね。何もしてないけど、なんかアップグレードかなんかで久々にやろうかなって思ってログインしようと思ったら、なんか死刑みたいなこと言われたんで二度とやるかと思いました、はい、けどできません。結局浜野って誰ですか。知らん。ハイボールに合うおすすめのウイスキーありますか。白州、山崎、桜尾、アランシェリー、ザ・シックスアイラズ、フロムザ・バレル。パワーと理性は何対何がいいですか。シャバの麻雀なら7対3、特攻型なら9対1。麻雀かマリカはどっちが好きですか。可能なら理由も教えてほしいです。ちょっと回答にはならないかもしれませんが、どっちが好きとは決められません。まあなぜならね、まあ、全く違うゲームですから。まあ野球とサッカーどっちが好きですかって言われてるようなもんなので、まあ麻雀には麻雀のクソゲー要素、マリカーにはマリカーのクソゲー要素があるんで、まあそれはね、あのどちらもクソゲーであり、また違う種類のクソゲーなので、あの一概に判断できないんですよね。変な話、今日は麻雀がしたいと思えば、今日はマリカーがしたいって思う時もあるんで、まあそれぞれのいいところがあります。
まあただ頻度で言うなら麻雀かなって思います。なにやが YouTube を始めようとしたきっかけは何ですか？世間がねコロナ禍になってなかなかね外とかにも出ないっていう日が続いた中で、まあ、前からね少し動画とかそういう映像をね作ることに興味があったので、ちょっとやってみたっていうだけです。ポコドラさんとの再戦はありますか？これもねよく配信でねコメントいただくんですけど、これに関してはごめんなさい。もう限りなくゼロに近いと思ってください。ファンレターなどの送り先はありますか？これもねいろんなご連絡いただきます。 DM とかでね。これも、申し訳ございません。ちょっとねなんせチャンネル運営すべて一人でやってるので、そのね事務所とかには所属してないので中継場所の確保だとかっていうのがねまだ全然できておりません。なので、現状は一切受け付けておりません。本当にごめんなさい。なんですけどまあねもしそういうねサービスとかを利用してリスナーの方々からねそういうファンレターとかなんかあの品物とかをね、受け取れる準備ができましたら、その際は改めてご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。ぶっちゃけどの語録が一番好きですか？パワーマージャンと言いたいところなんですが、語呂が圧倒的に書類送検いいシャンテンです。一度でいいからやってみたいことは何ですか？日本一周の旅。お酒にハマったきっかけとは何ですか？僕も最初からお酒が好きだったわけじゃなくて、まあ、さっきもねなんか初めの頃はビールみたいなことを言ったと思うんですけど、最初はね本当にビールもハイボールも別にそこまで美味しくないなーなんて思ってたし、一番最初発泡酒飲んだんですけど、その時に二度とこんなもん飲むかって思うぐらいなんかまずかったんですよ。まあなんですけど、その友人とのね付き合いとかでまあなんかお酒の席に行って飲んだりとか、なんだろう、流れでお酒に触れていくにつれてどん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 こうなんかあーなんか好きになってきたなーみたいな感じになりつつあった時に、ちょうどね配信が盛り上がってきて、でそのリスナーさんとかもいろんなねお酒好きな人とかいっぱいいて教えてもらったりして、配信で飲んでるうちにアルチューバーになってました。今後上がれないさーのような神曲は作っていただけたりしますか？これご存知の方もいると思うんですけど、これ僕が作ったわけじゃないんですよ。これ何や未来クソコラグランプリっていう企画で、とあるリスナーさんがねマーシャルマキシマイザーの替え歌として歌詞を作っていただいて投稿してもらったと。でまあ、それがあって、でそれを見てあまりにも面白かったんで自分でね、2番と3番の歌詞を付け足して歌ってっていう風にしたんで、別に発端は僕じゃないんですよね。まあ、なので、まあ、またね動画として現実的にできそうなものがあればやるんじゃないかなとか思ったり思わなかったりしてます。多分やらないな。現実問題ね、歌見た系は編集がむずい。8月8日に山崎ハイボール缶が発売されますが買う予定はありますか？またおすすめの飲み方等があれば教えてほしいです。微妙です。買うかもしれない。まあ、っていうのも今山崎が手元にあるので、まあ、飲み比べ的な意味で買うかもしれないです。でおすすめの飲み方はもうキンキンに冷やすだけ。もうグラスも、缶も10分ぐらい冷凍庫に入れて氷をいっぱい入れて、飲むだけです。何屋さんはギャンブル等はするんですか？もしするのでしたら好きな台や馬を教えてください。これもね、たくさんコメントいただきます。ギャンブルは一切やりません。まあ、っていうよりも、まあ、やってた時もありました。なんですけど、もうここ数年、本当に数年、何年もかな、やってないです。まあ、やる予定もないです。はい。そのなんかね、その編集とかは、まあ、なんかそのね、なんかギャンブルチックな編集をする時があるんでやるのかなって思われがちなんですけど、もうここ何年もやってないし、今後もする予定はありません。まあ企画とかなら別かもしれないけど、まあ そういう企画もやる予定もないです。はい。クソクラグランプリで印象深い作品は何ですか？もうね、作品が多すぎてマジでもう毎月毎月衝撃的な作品が出てくるんで、本当にね、まあ、たくさんあります。マジで本当にありがたいことに、もう一つだけこれっていうものがちょっと出せなくて申し訳ないんですけど、もう本当にみんな全部面白いです。彼女いますか？クソだ！はい！お前みたいな誰も人を幸せにしたやつはいなくなってしまえ。3の流れ来てます。皆さん3の流れが来ております。モンスター開発部頭悪い、正しい根性を言えつっているると思うか？リアタイできなかったんでポリデント台置いときます。入れ歯じゃねえから。シコースキーしだしたきっかけは何ですか？多分リーチした時に気合が足んねえなって思って体が勝手に動いてました。
歌ってみた待ってます。歌ってみたお願いします。歌ってみた第二弾待ってます。YouTube は本職ですか？これもねよくいただくんですけど、ちょっとね、まあ、個人的なことなので具体的な回答は避けたいんですが、まあ、他にもねいろいろいろんなことやってるんですが、YouTube に避けてる時間はかなり多いです。浜野がなんで初なのか教えて。まあ、これはですね、ことの発端の浜野泣け、まあ、正直憶測になっちゃうんですけど、まあ、浜野泣けっていうのがまず分からなくて、でなんだかなんだかよく分かんないねって、リスナーさんと会話してたらですね、まあ、そのうちリスナーさんの案で、初って携帯で打った時の歯の時点で予測変換で浜野が出てきたんじゃないかっていう、なんかそういう推理がありまして、あーじゃあそういうことか、だから初を泣けと言いたかったんだな。その時ちょうど初が統一だったんですよ。多分初を泣けってこの人は言いたかったんだなって思ってから初が浜野になりました。何歳ですか？二十歳より先は覚えてません。ぶっちゃけジャンタマに思うことはクソゲー、今後コラボしてみたい YouTuber や VTuber はいますか？これもね正直な話なんですけど、ぶっちゃけいないというか、その僕ね全然 YouTuber 詳しくなくて、そのいろんな人の動画とかを見るっていうことがなくて、まあ、だからっていうのはあるんですけど、正直今んとこはないですかね。麻雀でコラボするのは全然いいと思うんですけど、合わない、このキャラが合わない、基本的にコラボ相手の鼓膜をぶち破るスタイルになっちゃうと思うん でかつね、麻雀業界をこうしなんか成長させていこうっていうか、その麻雀をね、もっと世に広めていこうって真剣に活動してる人からしたら、多分もう僕の存在はタブーだと思うんで、まあ、あんま期待はしてないですね。っていうよりは、そのなんていうかな、普通に普段の配信がやっぱり一番楽しいかなっていうのがあるんですよね。まあ別にそこまでコラボしたことがない僕が言うのもおかしいことなんですけど、うん、もう本当に今は一番楽しいし、なんかなんなら別にずっと一人でやってても苦じゃないというか、まあコラボとかね全然できるようであればそれはね喜んでお受けするんですけども、まあ俺から、まあ、僕からそのなんかお願いしますとかっていうのはほぼないかなって思ってます。はい、配信が休みの日の一日のスケジュールが知りたいです。曜日によるんですけど、平日の場合は、何にもしないで家でぐうたらする、ご飯を食べに行く、一人で晩酌する、動画以外の、YouTube の作業をする、まあ、例えば T シャツ作ったり、あとはなんか一人でジャンパーいじったりダーツ投げたりで、休日はなんか一日友達と遊んだりとか、あとは買い物行ったりとかね、で、まあ、夜は、まあ、大体同じかな、平日と。普通だろ。いつまで活動を続けられると思いますか？5年持ったら奇跡。はい、というわけで質問50連終了しました。改めてですね、たくさんの、ご質問ありがとうございました。ちょっとね、いただいた質問全部に回答できず申し訳ございませんけども、今回ね本当にたくさんの質問をいただけて、嬉しい限りでございます。まあ、また別の機会があればそこでねもう一回質問コーナーとかやってもいいかなと思っております。好評だったらね、10万人記念動画配信第1弾ということで質問コーナーやらせていただきました。まあ、この動画が出た次の週あたりからまたね第2弾第3弾とかいろいろやっていきたいと思うので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。山田さん。3時。